2017年3月26日5時30分。ネットで見つけた怖い話。第530話、壺の光線。ごぼう、音、の恐怖、潜入。壺の光線。大学生になって初めての夏休みの時、俺は、故郷である富山県に同郷の友人である F 川と帰省した。久しぶりに帰った実家でまったりとしていたが、実は俺たちには目的があった。心霊スポットとして有名な壺の光線を探検することだった。夜中の1時頃、親にはきちんと話していたので、普通に家の前で懐中電灯とカメラを用意して待っていた。3分ほどして F 川がやってきたので、すぐに俺の車に乗り込み出発した。壺の光線はかなり山奥にあり、本当に真っ暗な道を進んでいった。そして目的地に向かう途中で第一の事件は起こった。その時 CD をかけて運転していたのだが、ロッキーさんのサントラ。突然音楽が乱れ、キュイー、イー、という奇妙な音が出始めた。運転していた俺は、気持ち悪くなって、ちょっと、CD、止めて、というと午後 F 川が CD を出すと、その奇妙な音は止まった。俺が F 川に、何か CD に傷とかついとる？すいません、その時を忠実に再現したいので、たまに富山弁を使用します。と聞くと F 川は、いや、ついてないぞ。というので、気持ち悪いと思いながらラジオに変えた。そしてさらに奥深くへ入っていくと、街灯は一つもなく、広がるのは闇。闇。闇。闇のみだった。しばらく進んでカーブに差し掛かった。そして曲がりきり直線に戻った時、白っぽいものが道の真ん中に落ちているのに気づいた。俺は、なんだあらぁと思い車のスピードを緩めた。そして近くまで来た瞬間、急にその白いものが地面を這うような感じで、ガサガサガサといった感じで横の草むらに入っていった。驚いた俺は、ネズミじゃねえかと F 川に言うと、 F 川は、違うって、だってネズミだったら、なんであんなにでかいんだよ。俺は、それもそうだな、じゃあなんだろう、と思い、車をまた発進させた。午後いろいろあったが、とりあえず目的地である、壺の光線、に到着した。今までも廃墟はいくつか行ったけど、本当に、気持ち悪い。と思った。まず入り口から中に入ったが、奥は真っ暗で何も見えない。とりあえずそこで一枚写真を撮った。フラッシュが光った瞬間、鳥の鳴き声のようなものが聞こえたような気がして、変な音せんかったかと F 川に聞くと、おう、キューって聞こえた。と怯えながら U 奥へ歩いていくと、奇妙な落書きが多く、そっちも怖かったが、何より恐怖だったのが、F 川には聞こえてなかったのか気にしてなかったが、俺は、常に、ボーボー、汽笛のような音がかすかに聞こえていたのが分かった。そして俺たちはかの有名なプール跡地に着いた。そこで俺たちは最大の恐怖を味わうことになった。午後壺の光線にはいくつか掟があるらしいが、1、自分の車は使わない2、ドアを開くときに注意3、一人になってはいけない4、名前を言ってはいけないなどがある。その中でも特に4番だけは守らなければならないということを俺は、この体験を得て言いたい。では本題に戻ります。プールに着いた俺たちは周りを回ってみることにした。変に暖かい風に警戒して何も起こらないことを確認し、プールの入り口まで戻った。少し恐怖に慣れた俺は、調子に乗りやろうことかわざと掟を破って F 川の名を呼んだ。帰るか、F 川。少し大きめの声でその言葉を言い終わった瞬間、後ろの暗闇の方で無理やり鼻をすすったような音で、ジュル、ジュルジュル、ジュル、という音がした。その音で固まってしまった俺たちが立ちすくんでいると、暗闇から俺たちの前を白い大きなものがスーッと通り過ぎていった。これは間違いなく見た。塊が溶けた俺たちはそう歩きで、わざと別の話題を話しながら帰った。ネットで見つけた怖い話。第531話、夢の出来事。夕べあったこと。死ぬほどシャレにならないわけでもないが、昨日はずっと頭痛がしていて、具合があまり良くなかった。で、いつもより早めに布団に入ったんだけど、なかなか寝つけない。
窓ガラスに虫が当たるような音を聞きながら、うとうとしていた。浅い眠りの中で夢を見ていた。夢の内容は覚えていないが、寝ているのか起きているのかわからない中途半端な状態の時、布団の足元に積んである雑誌の山が崩れるような音がした。それと一緒に、ビニールに入れた一つ紙の小銭が畳に落ちる音も、そして、その小銭のジャラジャラという音は、足元から私の体の左側を通って頭上に移動した。一瞬、猫か?と思ったが、猫の首輪につけている鈴の音がしなかった。次の瞬間、頭上で、ザカ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 、と畳の上を激しく動く物音がした。何か丸いものがすぐ頭の上で暴れてるような音。そこで完全に目が覚め、暗闇の中、頭上の畳を確認したが、何もない。電気スタンドのスイッチを入れ、メガネをかけ確認したが、何もない。そして足元も確認したが、雑誌は積まれていなかった。ビニールに入れた小銭もなかった。普通夢の中の音だったら、脳で聞く感じなのだが、その、ザカ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 、という音は、しっかりこの耳で聞いた音だった。夢であることを願いたいが、あの耳で聞いた音はものすごくリアルだったなぁ。ネットで見つけた怖い話。第532話、深夜の学校。私が中学生の時の話です。夜の10時くらいに親と喧嘩をして、思わず家を飛び出しました。行く当てのない私は、今思うとなぜ?というような学校に行きました。校舎とは少し離れたところにあるプレハブの美術室の外に座って親との喧嘩のことを考えていると、カサカサカサ、という音が聞こえてくるんです。誰かが歩いているような。でも、人間の足音にして明るすぎるんです。その音がだんだん近づいてきてるので、怖くなってその場を離れ校舎の中に入りました。3階にある自分の教室に入り、電気をつけ机に顔をうずめているといつの間にか寝てしまったらしく、黒板の上にある時計は夜中の2時を指していました。真夏で窓を開けていたためものすごい量の蚊に食われて足首が真っ赤に腫れていました。このままここにいてもしょうがないので家に帰ろうと立ち上がった時、左の窓の一部に女の子が映ってるのが見えるんです。自分の姿が窓に映ってるんだろうと思って動いてみたけどその窓の子は動かないんです。その時は怖いという意識はなくそのまま1階まで降り玄関から出ようとしたら鍵が閉まっていて出れないんです。仕方なく窓から外に出たのですが、その時に体育館の方でバスケットをやってる音が聞こえてきました。ああ、夜まで部活やってるなんて大変だな、と思ったんですが後で考えると夜中の2時にやってませんよね。次の日学校に来ると、壁に原爆写真がたくさん貼ってありました。昨日の夜中はそれに全く気づきませんでしたが。ネットで見つけた怖い話。第533話。火葬場で生き返る。死人を火葬場で骨にするとき炎の熱さで、ごくたまに生き返る人がいるらしい。でも死亡届が出てるから死人扱いしてそのまま焼いちゃうの。棺を開けると蓋を爪でガリガリ引っかいた跡があるらしいよ。かわいそうで涙が出た。ドラえもん。棺は跡形も。失礼しました。棺じゃなかったっけ。亡くなった人を入れる棺みたいな入れ物ってことで OK かな?東東京市。生き返った人を焼いちゃうって話は筒井康隆の。家族百景。って小説にあります。某母活望。っていう章ね。そうなんだ。小説の中の架空の話ならいいね。実際はどうなんだろう。親友のお母さんが亡くなった時。親友が葬儀屋から忠告されたんだって。もし生き返っても出すことはできません。って、ショックだなぁ。だから、棺桶も一緒に跡形もなく燃えてしまうのにどこの蓋の裏に爪跡が残るの?それに死亡届が出ているから生き返っても殺すなんてことあるわけないでしょ。
東東京市、塗装されているところ、海外、で、事情あって棺を掘り起こしてみたらガリガリって跡が、という話は実話で聞いたことある。狩猟者の断食狩猟で自分を途中に埋めさせるっていうのも、途中で、やっぱりやめ、とか思ってもどうしようもないな。怖い、ネタなしかきこすまそ。知る、仮装の時生き返ると中でごとごと音がするらしい。窓がある仮装場だとよく見えるらしい。ちなみにスルメのごとく起き上がるってことはよくあります。これは死んでます。焼かれる過程で、筋肉が収縮して腕だのが動くってのはあるらしいけどね。それで、動いた。生きてるよ。って思った人が焼き場の人に言っても、当然止めないから、生き返ったのに、焼き殺された。ってなったのかもね。火葬場で生き返るのは無理だよ。昔だったら死亡診断もいい加減で手動で焼いてる最中に生き返ったとかあるのかもしれんけど、このネタを信じる人は、身内の葬式に出た経験がないんじゃないかな？死んでから焼くまでを見たことないやしと思われ、あなたの後ろに、遺体を安置する場所、自宅か葬儀場、に到着したら、すぐに遺体保存のため、ドライアイスを入れますので今では、生き返ることは、ほぼ、ありえません。なお、ドライアイスは、体液を、凍らせる目的で、心臓部、頭部に、重点的に置くのがセオリーです。ネットで見つけた怖い話。第534話、転生。結構有名な話です。カズオ、男、トマユミ、女。は周りから見てもお似合いのカップルでした。二人が付き合い始めて3年が経つ頃二人は大学を卒業しました。真由美は大学の親友の陽子、女、と同じ会社に就職し、そろそろ結婚したいと話していた矢先でした。真由美に不幸が起きたのは、陽子と飲みに行った帰りに酔っ払って川に落ち、死んでしまったんです。川に落ちたと言っても道から落ちるとコンクリの土手に先に当たって大怪我したまま川に落ちるため、泳げるはずの真由美も死んでしまったのです。陽子から真由美が結婚したがってたことなどを聞き、数を吐かなしみ、落ち込みました。陽子は責任を感じて数を励ますよう努力しました。そして二人はいつしか付き合う様になっていました。真由美の死後3年が経つと和夫と陽子は結婚して、女の子が生まれました。二人はその子にさつきと名付け、可愛がりました。だが、さつきは死んだ真由美に似ていたのです。だが和夫は真由美のことなどさつきには一切話しませんでした。ある日和夫とさつきが二人でいるときこう思いました。さつきはどんどん真由美に似てくる。陽子も気づいているだろうな。するとさつきが言ったのです。陽子は私を殺す気よ、あの時みたいにね。この話は名前だけ違う同じような話がいろんなところで広まっているみたいなので知ってる人も多いかもしれません。ネットで見つけた怖い話。第535話、腹話術師。これは日本の話ではないけれど、とある地方の小さな町に、寂しい一人暮らしの女性がいました。楽しみといえば、週末の夜に訪ねる小劇場での芝居見物でした。そんなある日、芝居の幕間にある余興が入ったのでした。ハンサムな腹話術師が椅子に座り、膝の上に乗せた人形とバカ話をする。よくある、何の変哲もない腹話術です。しかしハンサムなだけではない、なんと美しい声なのだろう。と、一目見て彼女は、その腹話術師に恋をしたのでした。次の週末も、また次の週末の夜にも、その腹話術の余興はあり、彼女の恋心は募っていくばかりました。意を決した彼女は、ある夜、余興が終わり幕が降りた後、楽屋を訪ねてみようと思い、行動に移しました。しかし楽屋を訪ねた彼女に、扉の向こうから聞こえてきたのは、残念ですが、お会いする気持ちはありません、という彼からの冷たい返事でした。彼女はとても残念に思いながらその夜は諦め、
過ごすごと楽屋を後にしました。憧れの人と一対一で過ごしたい。彼女の願い儚いませんでしたが、その夜限りで諦めてしまうことはなかったのです。一ヶ月ほど経った夜、彼女は一房の花を買って小劇場を訪れました。幕間に始まった、いつもの腹話術師の美声に思わず涙しました。余興が終わり、幕が降りると彼女は席を立ち、楽屋を訪ねました。今度は、もし会うことが叶わなくても、花束を扉の外に置いて帰るつもりでいました。そんな彼女の強い思いが通じたのでしょうか。では、お入りくださいという嬉しい返事が、扉の向こうから聞こえてきました。ドアを開けて入ると、まるで、腹話術の舞台そのもののような演出。奥の壁の前に椅子が置かれ、ハンサムな腹話術師が座り、膝の上には人形が置かれていました。スポットライトだけが灯っていて、彼、と人形、そして椅子を暗闇の中にくっきりと浮かび上がらせていました。胸をドキドキさせながら、彼女が、はじめまして、と呼びかけた時でした。突然、椅子の上から何かが倒れました。椅子の上には、人形、だけが残っていました。じっと彼女を見つめ、わかったね。というようにうなずき、寂しげに、彼女に笑いかけたのでした。今日のオカルトスレ。うひゃひゃのスレ怖すぎ、わら。何が怖いかってその翌日秋葉原の封筒があった場所でホームレス殺害事件があったことだよ。リンク。マジで怖い。あのスレ一年に一度は見返してるわ。リアルタイムで見られたっちゃ見られたけど後半だったんだわ。大半が釣りだろレスだったけど俺は、マジで鳥肌立ってた。うひゃもそうだけど隣の部屋が祭りかもしれないも怖かったよな。ガチだっただけに未だに忘れられない。フラン死体があったやつだったか。詳しく。リンク。なんか朝の6時くらいになったらアパートの廊下がうじだらけになってる。大家さんも起きてきて調べたところ、隣の部屋が怪しいらしい。よう。警察と管理人さん立ち会いの下、部屋を開けるそうです。初スレなのでしょぼくなるかもしれませんがよろしくお願いします。阪神大震災の被災者って入足にもいるの？入足に阪神も宮城も経験したやついたでしょ。うちの県には来るなとか皆に言われててわろた。そいつ新潟も経験してなかったっけ。そこまで来ると、よく生きてたな。ってレベルだな。それ俺だ。大阪出張で阪神淡路、新潟出張で中越、石川県出張で能登半島と。被害の大きかった大地震3回を出張先で食らった。今年の3月中旬に岩手県に行くけど地震ないといいな。4月下旬に千葉へ半年の出張が決まった。さて今回は大丈夫だろうか。お疲れ様。リンク。誰かこれ読んでくれ。友達の性癖が異常みたいなやつ。あれどうなったかもよくわからんし怖い。リンク。当時あれは恐怖的だった。あれ乗っ取られたんだっけ？そうそう。口角に妙なあざがあるスレシと思われる男の口元の画像とか載せられてて鳥肌が。おすすめのゲーム紹介してくスレが怖かった。1、がどんどん壊れてくやつ。リンク。ハブ、アキヒロ、ワブ、アキヒロ、お探しています。年齢30歳、職業プログラマー、勤務地。勝ちどき。出身地 XXX。住所。おそらくは、XXX 駅地下編、XX 大学 XX 学部、XX 学科卒。住所勤務先 XX の実家の住所などどんな些細な情報でも構いませんので、ご連絡お願いします。
連絡先ハブ捕獲。XX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 
なった。消えたとて浮かぶものもちょっと怖かったな。考えたらいっぱいあるね、わら。リンク。現実とリンクしてる系が一番怖いわ。都内の駅？デモリシをしてあるんだけど、それ蹴ってからいろいろするコピペ。それに対して、俺やるわ、笑って言ったやつがいて。その翌日にすぐ近くの貯水槽から死体が見つかったやつ。すごい怖かった。鬼門を開ける方法。本当に、人生が嫌になったらこれを試してください。1. 秋葉原駅から日比谷線に乗り、茅場町駅で降りてホームを八丁堀方面に行くと、鉄格子の下に塩が置かれてるので、それを足で蹴散らしてください。2. そのまま東西線に乗り換え、高田の馬場駅で降りてホームを西武新宿線乗り換え方面に行くと、鉄格子の下に塩が置かれているので、それを足で蹴散らしてください。3. そのままもう一度東西線で茅場町駅で降りて改札をくぐり、4A 出口の階段の下に米を10粒垂らしてください。4. そのまま日比谷線の茅場町駅に乗り、築地駅で降りてホームを築地本願寺方面に行くと、鉄格子の下に塩が置かれているので、それを足で蹴散らしてください。5. そのまま日比谷線に乗り、目を閉じてあなたが一番したいことを、考えながら手を組んでそのまま乗っていてください。仕事終わりで暇だから、ちょっと35を実践してみるテスト。てか、本当に塩があってビビった。これマジで何の塩？教えて。11日朝、東京目黒区の会社社長宅のプールで、若い男性が血を流して死亡しているのが見つかりました。警視庁は、男性が事件に巻き込まれた可能性もあるとみて慎重に調べています。11日午前6時20分ごろ、目黒区東山の会社社長宅の庭にあるプールで、若い男性が頭から血を流して死亡していると、この家の住民の女性から110番通報がありました。警視庁の警察官が駆けたところ、水が入っていない庭のプールで、男性が白っぽいシャツ姿でうつ伏せに倒れていて、間もなく死亡が確認されました。男性はこの家の住民ではないということで、警視庁は男性の身元確認を急ぐとともに、事件に巻き込まれた可能性もあるとみて慎重に調べています。現場は東急東横線中目黒駅からおよそ500メートルの、閑静な住宅街で、豪邸が立ち並ぶ一角です。11日9時26分。リンク。社長宅で死体で見つかったんだっけ？異世界に行った。とかそんな感じのやつ。あのスレは良かった。巨頭王みたいなシンプルなやつが良い。地下の丸穴は長いのに良作。異世界とかなら木更木駅？だっけ。あわひめはガチだろ？後日本当にニュースになったんだから。あとは大体ネタ、リンク。あれは悲しい事件だったなぁ。最近で福島の親ぶった切った時にすれなかったかなぁ。気のせいかな。頭バッグに入れて自首前にネカフェにいたとかのタイミングですれがあったような。探してみるか。母親殺したおってのもガチ。何それ。母親の生首持って出頭したやつがいた。次の日ニュース。あった。リンク。そして古かった。アトリゾートバイト。リンク。泥沼に友達がハマったまま行方不明になるやつなんだっけ？いたずらではないけど幼稚園か小学生になったばかりの頃、近くに埋め立てた釣り堀があって。有刺鉄線の隙間から友達と入って遊んでたら埋められたシラスの釣り堀の池が底なし沼み。体になっていて自分は足がズブッとなった瞬間に怖さを感じて離れたけど友達はすでに膝を蝶。得て沈んでいた。大人を呼べばよかったのに自分は何か恐怖を感じて家まで走って帰った。
その後に友達が行方不明になったっていうことで大人たちが大騒ぎになったのを覚えていている。実際に友達は見つからずにみんなを集めて先生が説明をした記憶がある。大人になった今考えるとなぜあの時に釣り堀に沈んでいったってことを誰も考えつかなかったの。だろう、今は区画整理もされ釣り堀の場所がどこだったかもはっきりしないけど埋め立てやぞ。生の時に見つかったって話も聞かない。そのまま埋まったままなのだろうか。たまにこの記憶がパッと頭に浮かび心臓がバクバクなる。今から30年ほど前のことなのに。タスレからこぴった。男が砂浜で寝てたら女が犠牲か何かあげながらすごい勢いでこっちに走ってきて。ビビった男は死んだふりして呼びかけられても無視してたら女はどこかへ行って。もう大丈夫と思って起き上がったら。起きてた。起きてた。と女が遠くから嬉しそうに叫びながらこっちへ走ってくるのが見えて。怖くなって一目散に車で逃げた。不思議。想像したら朝から鳥肌立った。これ系も怖い。モレにはちょっと変な趣味があった。その趣味っていうのが、夜中になると家の屋上に出てそこから双眼鏡で自分の住んでいる街を観察すること。いつもとは違う、静まり返った街を観察するのが楽しい。遠くに見える大きな給水タンクとか、酔っ払いを乗せて坂道を登っていくタクシーとか、ポツンと佇む眩しい自動販売機なんかを見ていると妙にワクワクしてくる。モレの家の西側には長い坂道があって、それがまっすぐモレの家の方に向かって下ってくる。だから屋上から西側に目をやれば、その坂道の全体を正面から視界に収めることができるようになってるわけね。その坂道の脇に設置されてる自動販売機を双眼鏡で見ながら、あ、大きなガが飛んでるなぁ、なんて思っていたら、坂道の一番上の方からものすごい勢いで下ってくるやつがいた。なんだ？と思って双眼鏡で見てみたら全裸でガリガリに痩せた子供みたいなやつが、満面の笑みを浮かべながらこっちに手を振りつつ、猛スピードで走ってくる。奴は明らかにこっちの存在に気づいているし、モレと目も合いっぱなし。ちょっとの間、あっけに取られて呆然と眺めていたけど、なんだかすごくやばいことになりそうな気がして、急いで階段を降りて家の中に逃げ込んだ。ドアを閉めて、鍵をかけて、うわどうしようどうしよう、なんだよあれ。って怯えていたら、ズダダダダダダって屋上への階段を登る音が明らかにモレを探してる。すごいやばいことになっちゃったよ、どうしよう、マジで、なんだよあれ。って心の中でつぶやきながら、声を潜めて物音を立てないように、リビングの真ん中でアイロン、武器、お両手で握って構えてた。しばらくしたら、今度は階段をズダダダダって降りる音。もう、バカになりそうなくらいガタガタ震えていたら、ドアをダン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 、って叩いて、チャイムをピンポンピンポン、ピポポン、ピポン、と鳴らしてくる。ん？って感じで、奴のうめき声も聞こえる。心臓が一瞬止まって、ものすごい勢い脈打ち始めた。さらにガクガク震えながら息を潜めていると、数十秒くらいでノックもチャイムもうめき声やんで、元の静かな状態に。それでも当然、緊張が解けるわけがなく、日が昇るまでアイロンを構えて硬直していた。あいつは一体何者だったんだ。もう二度と夜中に双眼鏡なんか覗かない。追いかけてくる系はほんとやばいよな。鳥肌やばすぎる。これどういう意味？解説頼む。男寝てる。気違い女が規制上げながら寝ている男に猛スピードで迫ってくる。
男死んだふりして無視してやり過ごす。気違い女が諦めたのか遠くへ行く。男死んだふりやめて起き上がる。遠くに行ったはずの気違い女。起きてた。起きてた。遠くに行ってもずっと男の方を見ていたという気持ち悪さ怖い。ホームレスの件はソースあんの？うひゃひゃの怖さが全くわからん。最後のレスとかキーボード頑張って買った方してる間抜けながずらしか浮かばねえんだけど。現在も住んでいる自宅での話。今私が住んでいる場所は特に曰くもなく、昔から我が家系が住んでいる土地なので。この家に住んでいれば恐怖体験は自分には起こらないと思っていました。ここ最近ですが、リビングにいると昼夜を問わず、女性の低い声で鼻歌が聞こえてきます。ん？最初はよく耳を澄まさなければ気づかないほどに遠くから聞こえてくるのですが、放っておくとどんどん近づいてきます。ん？それでも放っておくと、意識を集中しなくても聞こえるほどに近づいてきます。ん？なので私は、その声に気づいたらいつも般若心経の最後の部分を、繰り返し唱えるようにしています。これしか知らないもので、とにかく般若心経の、キャーテイラーテイ、のくだりを唱え続けると、声はだんだん遠ざかっていきます。このリビングではテレビにも集中できません。声が聞こえ始めるのは完全に不定期ですし、早く声に気づいて、般若心経を唱え始めなければ、時としてそれは部屋にまで入ってきます。ん？そういえばこの前、大好きなバンドのニューアルバムが発売されました。発売日を楽しみにしていたので、お店で買った時はもうテンション。早速家に帰ってヘッドホンで聞いて、一通り聞き終え。よかったなぁと余韻に浸りながらヘッドホンを取ったら耳元で。ん？って。冷え。横浜での話だったと思う。中学生くらいの男の子と母親が信号待ちをしていた。見るからに大切に育てている息子。でもマザコンチックであったり、教育ママ的でもなく、微笑ましい関係が見ただけでわかる、そういう親子。信号待ちをしていた親子に車が突っ込んだ。車は息子だけを引き、母親は呆然と立ちすくんでいた。周囲の人々が、車の下敷きになった息子を助け出し、救急車を呼び、あたりは人々が取り囲み騒然とした。息子の腕はちぎれ、足は関節がいくつもできたように折れ曲がっている。その顔は苦痛に歪んでいる。助かるかどうかはわからないが、とりあえず今は生きている。すると母親が突然叫んだ。殺しましょ、ね、殺しましょ。このまま生きていても苦しいだけだし、腕もどっか行っちゃったし、足も変だし、殺しちゃいましょうよ、ね、ね、ね。周囲の人々に訴えかける。救助活動をしていた市民が母親に、お前それでも母親か、と言っても、殺しましょ。もう一回車で引いてよ。その後は救急車が来て、どうなったかの顛末はわからない。眠いけど寝れない。このスレを書いたか何かでリアルタイムで見てたけど、これも怖かった。ちな動画も初見マジ怖いと思うので注意。一人だけ見てる映像が違う。17も37もどこが怖いのかよくわからないな。俺の頭が悪いからか、怖くないってのは明るくなってきたからってのもあるんじゃね。こんなスレで時間を潰してしまったってことが地味に怖いな。17は怖くないけど、37が怖くない奴は異常だろ。死体が動いてても平然としてるタイプだな。そりゃ死体が動いてたらビビるだろうけど、
裸の女がうねうねしてるだけの動画なんて、チンコは立っても鳥肌は立たねえだろ。え、裸？あれ、37の話だよな。お前の方が怖えよ。ふーん、お前には裸の女に見えたんだ。お前にだけは、ちょっと待った。37は裸の女が行ったり来たりしながらうねうねしてるだけの動画だよな。お前らが変なこと言うから怖くなってきたぞ。本当にやめて。え、マジか。レス省略。はて？行ったり来たり？違うぞ。俺らに見えてないものが見えてるってことだろ。危ない兆候だ。20秒くらいの間隔で行ったり来たりしてるだろ。近づいてくるときしか裸は見えないけど、おいおい。裸の女はいつ近づいてくるんだよ。だから往復20秒くらいの間隔で、奥に行ったり手前に来たりしてるじゃねえか。え、というか本当に俺の頭がおかしいのか？釣り？マジ？マジで行ったり来たりしてないよ。ましてや裸なんぞ、何かやばくないか。奥に行った時のスクショ撮って見せてくれ。首から上しか映ってなくて裸かどうかわからないんだが、それ以前に行ったり来たりしてないし。わかった。ちょっと待ってろ。意味わからん。リンク切れにつきリンク省略。いやこっちが意味わからん。ちょっと待てどこを見て。裸の女だと思ったんだ。奥に行ってないじゃん。これは、おわた。おいマジでやばいぞ。病院かお寺に行かないと、おいおい、これがどう見えているんだい。スクショだと通常画像だけど、実際に567が見てる画像は。おい、悪ノリやめろマジで、本気で怖くなってきた。お前にはそのスクショの画像でも裸の女が見えているのか？お前はこの画像がどう見えてるんだよ。精神病か？霊ではない。か？首元の肌さらしてるから裸に見えたってことじゃないのか。明らかに裸じゃないし奥にも行ってないだろ。何がどうなって裸に見えたのかえ。だからそうだって言ってんだろ。霊感なんてかけらもないし、社会人になってから霊の存在を信じるような口にはなりたくねえよ。俺たちが見ているのは黒背景で歪んだ女の首から上の画像なのだが、そう言われて全くそう見えないのならお前だけ全く違うように見えてるようだな。もう仕事行くわ。最後にマジで教えてほしいんだけど、お前らは本気で言ってるのか？それともビップ的な悪ノリで流れに乗っかってるだけ？本気なら帰りに病院行ってくるから、俺には首から上の女が一定の動きをしているだけにしか見えない。ちなみに髪に誓って本気。本気だよ。俺が見ると、奥へも行ってないし、裸でもない。ありがとう、病院行くわ。動画。170。の動画が史上最強ぶっちぎりに怖い。めっちゃ震えてる。最初がクブルなんだけど、それから世界各国の暗号動画に興味を持った良いきっかけ。ちなみにスレ元となったロシアのブザー音も聞いてみ。もっと寝れなくしてやるを。オメガ。神戸市北区の一軒家いらないか？リンク。一時期のシャレにならない怖い話を読みまくってた頃を思い出した。シャレコア。シャレにならない怖い話。浦安区。リンク。シャレコア。シャレにならない怖い話。パンドラ近畿先。リンク。シャレコア。シャレにならない怖い話。鹿の丸穴。リンク。シャレコア。シャレにならない怖い話。リゾートバイト。リンク。シャレコア。シャレにならない怖い話。危険な好奇心ハッピータッチ。リンク。シャレコア。シャレにならない怖い話。リアル。リンク。あるよな。俺は、ググってはいけないをググりまくる動画見まくってた。昔テレクラでアポった女が見るから2面ヘラで、ごめんなさいして車で帰ろうとしたら、すごい様相で、なんでよ、って言いながら窓から手を突っ込んできて掴まれた。怖くなって急いで車出したけど、女は窓にしがみついて離れず、待てやー、
とか言いながら引きずられてる。ますます怖くなって思い切りアクセル踏んでドリフト気味に交差点を曲がったら、ボーン、と飛んで道の向こう側の畑を、ゴロゴロ転がっていった。もう西部警察みたいだったけど、死んでないよな？ 8 年くらい前か？そのくらい。平塚の田舎の方。つかお前の名前怖すぎだろ、わら。車はワンボックスか。もうやめて。なんか笑えるな。蓋は長いから読む気起きないんだよね。あらすじ教えてくれ。リンク。かなり曖昧な記憶だけど、広島か岡山かあたりの山で謎の穴見つけたってすれが立つ。1、消える。最初に突した黒帯ってやつが実況しながら現場に向かうも穴に入った直後すれからいなくなる。祭り状態。突射大量発生。証言から得られる場所巡っても穴らしきものなかなか発見されず。数日にわたってパートすれ続いて最後の最後で全ての謎が解ける。落ちるともったいない気がするから読んできなよ。あと紙の詰まったドラム缶のやつ。リンク。釣り神様も怖かった。リンク。じわくといえば最近の俺の母ちゃんだな、わら。なんかさ、最近夜中に外に出るんだよ。パジャマ姿で。この間寝つけなかった時、玄関の鍵の音がしたんだよ、ガチャって。それで気になって窓から玄関の方を見下ろしたら、母ちゃんだったんだよ。んで、キョロキョロあたり見回して公園の方に向かって行ったんだよ。それから自意識して見るようにしてたんだけど、決まって土曜の夜中みたいだ。今日も出かけてったよ、1時間前に。でも、そん時にまた窓から見てたら母ちゃんと目があったっぽいんだよね。こえー、わら。まだ帰ってきてないけど、帰ってきたら、通過したなんか言われんのかな。とか思ったらどうにも眠れん ORZ。嘘。変なことを書いてごめん。笑い。上に書いてあるの全部作り話だよ。本当にごめんなさい。気にしないで。もう寝ましょう。笑い。これは投稿時間もあれで面白かった。幽霊が前列みたいなスレで。1、に節穴させたら IP 表示されずみたいなエラー表示が出た話は面白かった。リンク。白装束も怖かった。271、のまとめ見てきた。リンク。これの白い人の正体とか写真の正体に言及してないのが怖い。釣りとは書いてるけど、みんなに少しでもご利益あるように。塚持ち神社。なんかめっちゃ顔が映ってる。顔？心霊写真なのか？能力とかあるわけじゃないから良いものなのか悪いものなのかはわからないけど。そこら中に人の顔が見える。欲が絡むから生きようとかなのかね？やめて。ほんとやめて。壁紙にしちゃったから、マジでやめて。あ。それ撮った時、俺も見えたんだ。近くの売店、土産物屋、のおばちゃんに聞いたら、神様だから気にしなくていいよって言われた。ググっけどものすごい場所にあるね、ご苦労様。俺もゼロ感の人だけど、ドクロみたいな顔が見える気がするね。写真好きでデジカメ何台も持ってるし、フィルムもデジタルもどういう過程で像が出るか。知ってるので、逆にちょっと面白い。逆拍手。ただし M ステと言われてたが、画像ではえわいえわいえわいなんだよな。創作っぽいけど放送事故系割ありありてあって怖い。あと観客席にいたこれとかも怖い。閲覧自己責任。フォト書加工らしいがな。お前ら霊感テストするぞ。リンク。何これ怖い。同じ画像なりマークなりを、
毎日見せることによって、それがあっても、それが目についてもおかしくない。不自然ではない状態にすることは、洗脳の第一歩だよ。仮に君の部屋の壁紙に、普通では視認できないメッセージが刷り込まれていたらどうする？連日連夜、気づかれないように少しずつ少しずつメッセージを刷り込んでいくんだ。時々、突然気分が悪くなったり、めまいがしたことはないか？金縛りにあったことは？お昼ご飯を食べたのを忘れたことは？大きな都市が丸ごと停電する夢を見た経験は？球形プラズマ、蜃気楼、観測気球、写真に撮るとしたらどれ？マンテル。チャイルズ・ウィッテド。その次は？アルミホイルで包まれた心臓は六角電波の影響を受けない。というフレーズ知ってる？螺旋アダムスキー脊髄受信体って言葉に聞き覚えはある？さっきからずっと。あなたの後ろにいるのは誰？なんていうかあの時代はネット文化が熟成されていくかのようなワクワクがあった。リンク。国際的。おしまい。